そうそう、フォーシーズンカードと、いわゆる今の偏差値ゲーム、とにかく数字が尊重されるゲーム、まあ、偏差値ゲームって呼んだらいいですけど、普通のね、コンピューター系のゲームでもね、ボードゲームでもね、カードゲームでもね、なんでその偏差値系のね、ゲームが、数字ゲームってちょっと何のことか分からんでしょ。偏差値系ゲームがなんでそれに流行るのかだったら、上の世界でね、偏差値系ゲームばっかりやってるんですよ。つまり上の世界でもフォーシーズンゲームが禁止になってるんですよね。だからね、下の世界、私たちが住んでる世界とは、その、カードゲームが流行り出した時代になると、急にね、季節がなくなってる。で、偏差値、先生どころか、偏差値横行の世界になっても、上の世界で、フォーシーズンズカードは、賭博性が強いっていう理由ですけど、本当は、本当に魔力がすごいから、庶民の政治に対して干渉、権力に対して干渉できることが分かったから禁止になってるから、じゃあ下の世界、偏差値横行、そして季節なくなってきた。どうしたらいいのかなと思って、どうしよう。ね。じゃあみんな、そうなくせーとか言ってね、下の世界もね、フォーシーズンカード、要するに春夏秋冬が、を、フォーエレメンツのね、関係性をしっかり把握できるカードを前線にしたらどうなるかって、上の世界で皆様方が上流階級やったりするけどね、下の世界で騒いで庶民が。で、困ったもんでしょ、だから。